ファール病とは、1930年に、ドイツの病理学者、テオドール・ファーが、初めて報告した疾患である。死死の硬直、痙攣意識障害などを呈した症例の冒険で、両側対称性の大脳規定核、小脳史上核に石灰化をきたした例である。カルシウム代謝異常は認められず病態、原因は、不明な点が多い。日本では、 典型例は50から100例と推定されているが定義、診断基準も確立していない。家族例の報告もあるが多くは、個発性である。発症に、男女差はなく、後発年齢は、青少年期から中年期である。症状は、パーキンソニズム、舞踏運動、当てとうぜ、認知機能障害、症の失調など多彩である。 精神症状に関しては、創発型と、始発発症型の2型が知られており、前者は、被害妄想や幻聴といった、統合失調症様の精神病症状を呈することが多く、後者は、記名力低下など認知症の症状で初発することが多い。後者は、分類不能な認知症とされ、石灰化を伴う微慢性神経原選異変化病。 としての概念も提唱されている。大脳規定核への石灰化を起こす原因は、細動脈レベルからの無骨糖の進出とカルシウムの沈着、細動脈の崩壊、新生を繰り返すことが原因とされている。ファール病の石灰化は主に毛細血管壁、細動脈、症状脈、防血管区に認められ、石灰化の蓄積物の周囲では、神経変性や、 グリオーシスが認められる。1997年のホンダラの提唱によると、石灰化が両側対称性、石灰化が感情進行性、石灰化が非動脈硬化性、石灰化の後発部位としては、微小血管に限局、カルシウムやリンの代謝障害はない。原因の明らかな対称性の石灰化症は、除外に節制副甲状腺機能低下症、または、 ニセセイニセセイ副甲状腺機能低下症で認められるアルブライト兆候がないといったことをファール病の概念として提唱している治療法は存在しないありがとうございます